38歳で子宮頸癌を患い、その後4度も大きな手術を受けたという西名昭子さん。現在は女優業や癌について講演会を開催するなどの活動をされています。今回は西名昭子さんについてご紹介していきます。本名西名昭子。青年月日1953年4月3日67歳。血液型 AB 型。 出身地、東京都。西名さんのご実家は芸能一家で、お父様は歌舞伎俳優の十代目、岩井半四郎さんです。そしてお母様は元女優、月城明子さん。西名さんは三人姉妹の次女で、姉妹全員が女優になりました。お姉様の岩井由美さんは、2011年に亡くなったお父様の名席を継ぎ、 今年5月に、11代目岩井半四郎襲名披露公演を開催する予定です。女性なので歌舞伎俳優としては告げないものの、舞踊家としてなら告げると考え、368年続く名前のつなぎ役として決意したといいます。そんな由緒正しい家庭に育った西名昭子さんは、学習院女子高等学校に在学中。 NHK のスタッフにスカウトされ、1972年、NHK のドラマ、白鳥の歌なんか聞こえないでデビューしました。実は西名さん自身は芸能界への関心がなかったそうで、高校卒業後は美術の学校へ進学し、いずれ結婚ができればと思っていたそうです。 ところが、このドラマでデビューすると、一気にお嬢様女優として人気になり、NHK ドラマ赤ひげをはじめ、TBS の日曜劇場では、田園公共楽や聖夜などに出演し、うちの本館シリーズでは全6シリーズ中、1から4シリーズまでに出演しています。 1974年に出演した NHK 大河ドラマ勝海カでは、元ご主人だった松方弘樹さんと共演。このドラマがきっかけで、翌年の喧嘩安兵では、主演の松方さんから西名さんに相手役を懇願され、再共演が実現しました。そしてその頃から二人は親密な関係になったようですが、 その時の松方さんは結婚をしており、子供もいたことで当時は不倫騒動となりました。世間からのバッシングを受けながらも同性をスタートさせた二人でしたが、西名さんはレギュラーを務めていた大人気ドラマ、大都会パート2を降板し芸能活動を休止へ。その後、松方さんは元妻との間で離婚が成立。 医者料3億円という当時としては高額な金額を支払っています。そして1979年、二人は正式に結婚。西名さんは芸能界を引退し、家庭に入りました。1982年には長男の正木さんが、1984年には長女ひとみさんが誕生。 お子さんたちにも恵まれ、幸せな日々を過ごしていたと思われていたのですが、なんと1987年、松方さんに愛人と隠し子がいることが発覚。お相手の方は当時のアイドル歌手、千葉マリアさんでした。しかし、松方さん自身も子供がいたことは知らされていなかったそうですが、子供が成人するまで、 毎月養育費として30万円を支払っていたと言います。それまでも女性関係で何度となく目をつぶってきたという西名さんでしたが、その時ばかりは許せなかったようで、松方さんにパイプカットをさせ、そのことも当時話題になりました。しかしその後も懲りない松方さんは、京都の高級クラブで知り合った山本まりこさんと不倫関係に、 二人の関係が怪しい、そう思った西名さんは更新所に頼み、二人の関係を調べ上げたと言います。そして決定的証拠を見つけた彼女は、1998年に離婚を決意。親権は西名さんが持つことになり、二人のお子さんは西名さんが育て上げました。一方、松方さんの方はその後結婚しておらず、事実婚を続け、 2017年まで、松方さんがお亡くなりになるまで、山本さんが寄り添い、見届けたそうです。そして、西名さん自身は、2011年1月に、息子、西名正樹さんが結婚したことに続き、2月に再婚しましたが、その2年後に離婚しました。 そんな西名さんですが、意外な人と結婚の約束をしていたことをテレビで告白しています。実は、西名さんのお父様とピーターこと池畑慎之介さんのお母様がお知り合いだったことから、西名さんのデビュー前から交流があったそうです。西名さんがピーターさんのショーを見て好意を抱き、それから二人は文通をする仲になりました。 その後、ピーターさんは、忙しさから来る体調不良で入院。その時、献身的に見舞いに通った西名さんと交際がスタートしたそうです。ピーターさんはお母様から、西名さんとなら結婚していいと言われ、自身も結婚を意識するようになったそうです。ところが、西名さんが芸能界にデビューする話が出ると、ピーターさんは反対し、デビューするなら別れる。 と言い、本当に西名さんが芸能界へ入ったことで、二人の交際はピリオドへ。それから時は経ち、二人は交友関係を続けているそうで、ゴルフや買い物に行く仲良しぶりです。街中では手をつないで歩き、周りの反応を楽しんでいるそうですよ。近年の西名さんですが、芸能活動の他に、自身の眼体験をもとに、 講演会を行っています。1991年に38歳の若さで子宮頸癌を発症し、子宮や卵巣、そしてリンパ節までを摘出する大手術を受けました。当時は幼い子供を抱えての癌告知。告知を受けた時は頭をハンマーで打ち砕かれたようでしたと気持ちを振り返っていた西名さん。 幼い子供たちを置いて、そう考えるだけでも恐ろしかったと思います。二度目のがんは46歳の時に胃がんを患い、3分の1の胃を切除し、10キロも痩せてしまったそうです。三度目はジスト。55歳の時に筋肉の層に悪性腫瘍が見つかりましたが、早期発見だったため、 2週間の入院生活で済んだと言います。4度目は60歳で大腸がんになり、20センチもの大腸を切除するという大掛かりな手術を受け、抗がん剤の副作用、いや大腸の切除など大変な辛さを経験し、4回もがんになりながらも乗り越えてきました。がんを経験したからこそ多くの人たちへ、 早めの検診の大切さを伝え続けています。そんな西名さんですが、ガンを乗り越えたことで嬉しい出来事も。娘のひとみさんが2015年6月にお子さんを産み、おばあちゃんになりました。ひとみさんは相手の方と結婚はしていないそうですが、西名さんの家を2世帯住宅にして同居しているそうで、 お孫さんにメロメロだそうですよ。がんを経験したとは思えないほど、現在も美人でお若い西野秋子さん。これからもお体に気をつけながら頑張ってほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。